1956アルマニャックアルマニャックとは、フランス南西部アルマニャック地方で醸造されるブランデー。コニャックと肩を並べる、フレンチブランデーの二代名種の一つである。アルマニャック地方は、ガス購入地方の中央に位置し、JL 県、ランド県、ロットイコールエイコールガロンヌ県にまたがる。土の質によって、以下の三つの産地に区分される。アルマニャックは、白ドウから作られる。 上流種である。原料となる主なブドウの品種には、ユニブランやフォル、ブランシュ、コロンバールなどがある。収穫後、3月31日までに上流が行われる。アルマニャック型と呼ばれる連続式上流機を用いて1回上流、ガス購入もしくはリムーザン産の菓子の樽で熟成後、ブレンドさせる。アルコール度数は40度以上。 熟成期間の長短によって以下の等級がある。これらの銘柄は業者によっても異なるため、熟成期間5年を境に、アルマニアックとビエイユアルマニアックの2つの故障を用いることが提案されている。アルマニアックの地名はクロビスに使え、ガス購入に領地を与えられたキシエレマンの名に由来するとされている。14世紀、フランシスコ海の修道士で、オーズと、 三門の修道院長を務めたビタルデュフールは、アルマニャックを健康維持のための薬であるとして40の効能を挙げた。15世紀以降、アルマニャックはこの地方の小取引における重要な産品の一つとなった。1936年よりアルマニャックは原産地故障統制法によって保護、管理されている。若いアルマニャックに、 ブドウジュースを加えたフロックドガス購入も1990年に多く認定された。白とロゼがあり、アペリティフとして人気がある。ありがとうございます。